はい、どうも、バムログフィールドチャンネルのバムくんです。いつもご覧いただきありがとうございます。今日はですね、バムくんの夜カフェ、日曜日なんでね、6月5日、ちょっと、ゆるい話をしたいと思います。前回はね、ちょっとね、突っ込んだ話しちゃったんで、でも、思いのほかね、なんか、再生回数待ってて、日本のキャンピングカー市場とチョイスオーバーロードの関係性ね、これ、ちょっとでも、気になる方はぜひね、見て、考えてみて、欲しいんですよ。まあ、それは置いといて、その話は置いといてですね。よくね、キャンプを行くことは非日常で、こう仕事とかね、月曜から、例えばわかんない人によるけど、月曜から金曜までの、ことは仕事。それが日常で、土日のキャンプに行ったりとか、そういう自分の自由な時間みたいなのが、非日常っていう風にね、一般的には、思われてると思うんですよ。そう、バム君のゆるカフェだからコーヒーこれ、いつもこれ飲んでます。砂糖不必要、セブンイレブン。はい、ちょっと飲みます。でね、非日常がキャンプとかですね、その土日の休みであるならば、仕事をしてることが日常だということなんですけど、そう思ってるのって多分、人間だけなんですよね人間だけなんですよ。でそもそも非日常なんてないのがね、本当はこの世の中じゃないですか。もうすべてのこう毎日の日々、この1日1日、1時間1時間1分、この積み重ねが日常であってですね、非日常なんていう状況っていうのは一切なんですよ。だけど非日常と日常みたいな言葉を使ってですね、よし、土日だ、非日常を味わいにキャンピングカーで出かけるぞ、おーみたいな、なんかそういう風にね思って、普段の仕事頑張るみたいな。それはそれで確かにいいんだけど、いいんだけど、ちょっと逆に考えてみませんかっていうご提案なんです。今日のバム君のゆるカフェはこのセブンイレブンの、砂糖不必要のコーヒーを飲みながらですね。最近マウントレーニアだっけ、あれでも砂糖不必要で、ノースイートっていうのは甘くないで、それ砂糖不必要で、なんだっけ、ノンシュガーっていうのは人工甘味料入ってるんで、甘いんで注意してくださいね。まあそんなことはどうでもいいんだけど、まあそれで非日常を日常にして、仕事とかしなきゃいけないことを非日常っていうふうに思うとですね、こういろんなことにチャレンジしたり、いろんなことをしたくなったりすると思うんですよ。ある意味ですね、その仕事があって、家があって、家族がいて、友達がいてっていうことを安全基地にして、いろんなことをチャレンジしていくんですけど、そこが、日常になってしまうとですね、非日常というか、本来人間が、こう、なんて言うんだろう、こう自分が自由になってることを非日常というふうに考えたくなってしまうんですけど、それだと本当はね、多分歪んでるんだと思うんですよ。自分の自由にできる時間を日常、自分の自由にできない制限の多い時間を非日常と考えて、いかに日常を増やしていくかみたいな感じで、こう生活していくとですね、豊かな生活ができると思うんですよ。で、これね、ちょっと昔書いたブログなんですけど、そのブログもあるんで、ブログ記事貼っときますね。で、ちょっとあんまいい記事じゃないかもしれない。まあ、とりあえず、見てみてください。そういうブログもやってたと。で、まあ、これね、なんか、こう、もしかすると、変態意見なのかなっていうふうにも思うんですけど、いや、でもさ、ね、こう、まあ、経営者とか自営業とかね、そういう風にして生活されてる方は、多分ですね、今言ったことがわかるかなと思うんです。多分日常がずっと続いてて、その曖昧にね、非日常が挟まってるっていうことになってると思うんですよ。だから、キャンプとか、こう、休んでるっていう感覚でね、多分出かけてなくてですね、そこが真剣。もうそれが、こう自分のライフスタイル、ライフワークみたいな感じでね、やっているとですね、非日常として置いた、例えば月曜から金曜までの、この、1日8時間の仕事が、さらにまた違った視点で見ていけると思うし、それに縛られて生きていくっていうこともね、
変えられるのかなと思うんですよ。だからキャンプっていいんですよ。ね。なんか、ああ、もうキャンプしたいから、もう嫌だ、仕事なんてみたいになっちゃうと、キャンプの良さもなくなっちゃうし、キャンプ行くのもめんどくせえみたいになってきちゃうんですよね。で、そういうので、特にね、キャンピングトレーラーっていうのは、テントキャンプに近いようなめんどくささがあるんですよ。ご存知の通りね、キャンピングトレーラーデメリット講座で、今16回とか7回までね、話しますけど、そのくらいデメリットがたくさんある。だから、非日常を無理やり楽しんで、まあ、ディズニーランド現象みたいな、そういう言葉もあるんですけど、ディズニーランドに行って、なんて言うんだろう、こうエネルギーを取り戻して、非日常の方をが、日常の方を頑張るみたいなね、その日常がマクドナルドかみたいな、マクドナルドかとディズニーランドかみたいな感じで検索してもらうとね、なんかそういうのもあるんですけど、やっぱそこを全体をですね、脱却して、結果的には変わらなくてもですよ、その日常、例えば、多分これ見られてる方、キャンプとかが趣味だと思うんで、そこを日常と考えて、それ以外を非日常と考えて、その日常をいかに、長く、満足いく、短い時間でも楽しむかっていうことを考えてやるとですね、結果的にね、同じなんじゃないかなと思います。この同じっていうのは、例えば、よくね、私、ブラックバス釣り、こう、今やってますけど、たまにね、バム君の釣れないフィッシングアップしますけど、あれね、私ね、本当にこう、高校生、中学生ぐらいの時からもう本気でやってて、15歳と9ヶ月だか8ヶ月でね、当時免許が、船の免許を取れたんですよ。なので、もうそこで中学生の時に船の免許取り行ってですね、もう中学生からバスボート、スピードボートみたいなやつ、あれ乗って釣りしてたんですよ。うちの親父が釣り騎士だから、そんな裕福な家庭じゃなかったんだけど、その釣りに関してはですね、お金を、そういうお金を出すっていうか、そういうとこ連れてってくれたりしたんでね、その親父のおかげでっていうのがあったんです。で、なんかそういう、ことで、何の話してたんだっけそう。だから、だけど、ブラックバス釣りのプロのね、その時プロになりたいなと思って言ってた、みんな口を揃えて言ってたのが、いや、これでね、釣りをしててお金稼げると、からいいですよねって言うけど、我々も趣味は釣りで、その撮影とか、そのバスプロの人がだよ、トーナメントとかない釣りを楽しみに釣りに出かけますと言うんですよ。その仕事も釣りだけど、遊びに行くのも釣りなんですよって。だから趣味がね、下手するとなくなっちゃったりとか、その、本来釣りってこう思って、その人なりのいろんな楽しみ方があるんだけど、それとは別の、こういろんなしがらみ、メーカーのしがらみとか、テレビ番組のしがらみとかね、なんか、スポンサーのしがらみとか、いろんなしがらみが出て自由にできなくなって、楽しいことばかりじゃないよって。最初その頃ね、そういうの意味わかんなかったんですけど、うん、だけど、その彼らが言ってることもですね、日常は、釣りでご飯を食べてるんだけど、そういうことがない時にやる釣りだけが日常であって、テレビの撮影とか、なんかこう、そういう宣伝とかね、トーナメントとか、そういうの時は、下手すると非日常になってる可能性あるわけですよ。だけど、その日常の喜びを知ってるから、非日常も頑張れるわけでしょ。だから、仕事が辛いと思ってる、もしね、方がいて、多分ね、キャンプやってる人、仕事大変だと思ってる人、いっぱいいるんかなと思って。ちょ、こんな話してるんですけど、こう刺さるかわかんないけどさ。だからなんかごっこ遊びになってしまってるようなとこもあるのかなと思うんで、そうするとディズニーランド化になっちゃってる。この間ね、チムポンブっていう現代アートの、美術、すごいね、美術館、森美術館でやってたやつもね、子供と見に行って、これはノートの方にまとめてあるんで、それは概要欄貼っときますよ。で、それ見に行ってね、やっぱディズニーランド化、現代アートとか、そう美術が、やっぱりディズニーランド化にならないようにするっていうのが、やっぱりテーマだっていうね、ことをね、聞いたことあるんです。だから、それと同じで自分の生活の中でも、お休みの日とか好きなことやってることがディズニーランド化にならないように、いや、本質はそこで、そこをいかに、濃く楽しむか、そこをいかに人生の、人生のっていう、かぶっちゃう、ライフ、ワーク、ライフワーク、ライフスタイルにしていくかっていうところがね、鍵であって、で、そういうことをやりやすいのも、キャンプなのかなっていうふうに思うわけです。いかがでしょうか？ちょっとね、話すの下手で、ごめんなさい。まあ、
自分としてはですね、全然そんなつもりはないんですが、この間ね、旅する勝俣家、皆さん見てますね、多分。これ、なんだっけ、ライブやってたの。キャンプの松山家と。キャンプの松山家は多分来てくれたんだと思うんだけど、ライブやってて、で、そこ、たまたま、なんか、スマホとかいじってて、ああ、ライブやってるって言って、たまに行くんですよ、ライブ。旅する勝俣家の。で、行って、見たら、あ、マサさん出てんじゃん。マサさんって松山家のね。あ、松山家も出てんじゃんと思って、どうもどうもって送ったら、あ、バモさん、バモさんね、会いたいんだよね。絶対この人変態だと思うんだよって言われたんです。だから、多分、もしかすると変態なのかもしれない。俺から見ると結構変態でしょ？松山家とか。勝俣家とか、多分我、こっち側の人から見ると、こっちじゃないのかな皆さん。どうわかんないけど。うん、あれ変態、だから変態じゃないよってその後笑いする。そういう風に言ってる人こそ変態なんだよ、みたいな、マーサーさんが言って、いや、でも、こういう風にね、こう、時間を超えて、場所を超えてね、こういう風にこう SNS で、いろんなところに知り合いができて、っていうのはやっぱり楽しいなと。いうことで、まあ最後はそういうお話になるんですけど、まあこういう楽しさも、これは日常の方だと私は思ってるわけなんですよ。だからこの日常の時間をいかにね、長くしなくてもいいかもしれないけど、濃く深く、ね、突っ込んでいくかっていうところが日常で、非日常は一生懸命働きましょうよという気楽なお話で、ゆるカフェなんで終わりにしたいと思います。はい。ということで、最近ね、いろいろ、フォーマットができてしまってですね、みんなで考えようシリーズ、今、絶賛募集中ね、バッテリーマネジメント、あと、キャンピングトレーラー講義もあるし、リゾート大島の動画もあと3つぐらい作んなきゃいけないし、あとなんだっけ、まあ、ゆるカフェもあるし、で、メンバーシップの方もちょっとやってるしっていうことで、ちょっと忙しくなってますが、頑張ってね、動画更新していきますので、ぜひ、ま、この、今ご紹介したような感じで、こう、あなたとも、つながれたら、すごく幸せだな、というふうに思いますので、気軽にコメントいただければね、嬉しいです。はい。ということで、今日は、本当にね、緩い感じでお話しさせていただきましたが、ちょっとスッキリしました。すごい気になってたんですよ。うん、非日常と日常の関係性、キャンプは非日常じゃないみたいな題名でちょっとね、やりたいと思いますので、また次の動画もね、チャンネル登録をして、ご覧いただければと思います。もうなんかちょっとこう、いいでしょ？こういう、なんか、旅動画とか、ね、キャンピングカーこうですみたいな、じゃなくて、こうちょっと哲学入っているみたいな、人間の豊かさみたいな、これからね、まあ怒涛な時代が来てね、日本もどうにかなるかわからないという時にも、やっぱこういう考えはね、助けてくれるものになると思いますので、ぜひですね、何か、ご感想とかもあったらですね、コメントの方にご気軽に、お寄せください。あと、そう、みんなで考えようシリーズの次のテーマとかも募集していますので、どの動画にでもいいのでコメントください。それでは、今日もね、ありがとうございました。素敵な、アウトドアライフを。ではまた、バイバイ。イエイ。